まあ、今の前原くんの力がまあどのぐらいか分かんないけど、はい、今が100なら昔は200ぐらいあった。あ、今の倍ぐらい強かったってことですね。300かもしれない。麻雀閻魔という意味を取ります。いやいや、前原雄大、ね、去年若干体調ちょっと崩してたのがあるんで、はい、その辺で調子を多少崩してたのがあったんですけど、それで多少ね成績良くなかったんでちょっとまた変わったね、これじゃまずいなみたいなね、そういうのが今ちょっと感じるね、はい、ふんどし締め直して、まあね、新たな気持ちでこの麻雀最強戦2020に乗り込んできたと。うん、これちょっとこのままじゃまずいなっていうのをね、はい、まあ、それは体調管理とかそういうのがね、まあ、まだ体調管理って言ったって別に不摂生してるんじゃないんだけど、やはり年齢的にやはりねいろんなところが故障も起きますから、はい、まあ、そういうことでちょっと不調だったと僕は思いますけどね。サナンの2曲、親は前原に変わっています。ドラはウーピンです。これででもちょっと前原さんがね、はい、結構話したんで、そうですね、やっぱりこの3人、あとの3人が今はちょっと3人の争いになりつつ あるぞというムードですか。ね、ただそこにじゃあ前原君がどういうスタンスで出ていくかっていうと、はい、攻めますよ。おお、なるほど。おお、来た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 、シートイツイシャンテン。あの安易には引いたりしないですよ。だから安易に逃げようともしないですよ。はい、あ、ポンしましたよ。これは攻撃的にきますよね。これから2枚目の、まあ、これしかも9層ペイ、リャン層あたりは泣きやすそうなところが揃ってますね。あー、ドラさん来た。ポンによってウーピンが、ね、わー、こっちも来た。手が進むぞ。さあ、前原、それに対してね、はい、攻め勝つぞと、うん、引かんぞと、いや、そのぐらいの気持ちでやってますよ。いいですね。ただね、ペイが2枚あるからね、このいざという時はこのペイいざということにしたいのよね。まあ僕なんかはね、だからこれ出てほしくないわけ。ただそれでも出た以上はポンせざるを得ないですよね。ポンせざるを得ないの、はい、だから出たら泣くんだけど、まあ気持ちの中でお願い出ないで、ペイの待ちになりたいと。これが出てきちゃうと俺泣かなきゃいけないじゃんと、はい、あ、出ました。ポン言いますよね、当然渋々なんですね。これはもう攻める、本当は渋々なんだけど堂々と、うん、俺は出てるぞみたいなね。ただ親のチュンのペイとポンですから、うん、来た来た、もうただ瀬戸は絶対降りない、絶対降りない。まずいまずい、来たぞ、ボー君が来た。ただまあこれの意地の張り合いということもね、はい、あるんだけど、ただそうやって修羅場をくぐり抜けてくる麻雀を打ってたんですよ、うん、はい、ね、ペイ、カンは、いや、カンはさすがにしないですよ。フランゼン、あー、ペイ切るなよみたいな。これナンはね、要するに相手に対するプレッシャーですよ。あ、これまた良くない。でもドラが出る可能性もある。手広く3層いきますか。はい、3層いきたいですね。キューピンっていうのも一番、あ、キューピン、ドラは切らない。ナンはあのバニー1枚切れてるじゃないですか、はい、ね、だからそれでもちょっとでもあの切りにくくさせようとしてるんじゃないかな。ナンをストップさせたいっていうことですか。ただ手を切っちゃったら、あ、例えばこれもうテンパイだと大体思ってるからね、うん、カンザル切ってきたわけですからね、うん、あー、リャンソーアンコにした。、ね、これ上がるのか、前原雄大。まあついでに返しとけよかったかなと。いっそと。わ、四山です。四山です。四山、ね、全部ある。あ、でも3枚1枚切れてます。すみません。切れてますか。3枚山。いや、この急走がちょっとあれだな。ありそうだな。しかもまあまあいい手で急走いらないね、瀬戸熊猿川、ね。誰が掴むかな。何の前の手出しがパーソーなんですよね。ちょっと。と急走あたり、まあ、前原も残したくてパーソン残したわけじゃなかったんでしょうが、まあやっぱり安くはないと思ってますからね。結局例えばの話、こういう考え方でこれトップだと、はい、トップの人がここまで来てるんだぞ、それはなぜか、はい、まあそこそこあるなと考えないと。例えばこれが1500点ということはちょっと考えづらい状況といいますか。あんまり考えないかもしれない、ね、1500はあるかもしれないです、両面だからね、はいはい、ただ高くて全然おかしくないと思わないと、いやー、ローソー勝負か、それともイーソーもでも通ってないションパイだしね、はい、ちょっとただ切り込んでいかないとしょうがないからね、切り込んでいく、彼はそういうタイプですよ、はい、うん、超攻撃型の何恥じぬローソー切り。ただこれで急走が危なくなったとも言えるぞ。それは関係ないですね。それは関係ない。全然トイトイ含みだからね、はい、トイトイ傾向だから、その出てない範囲のが怖いかな。どうだ、例えばあの出てない牌を打って当たったら大体もうトイトイついちゃうじゃないですか、はい、うん、きそうですね。で、あと両面打った分には大して高くないの、これ今打たないかもしれない。 今ちょっとピクッとしたよ、うん、
ね、やべって感じの今ピクッとしたでしょ、来ちゃったみたいな、これいやションパイだみたいな、いや、ね、いかないね、うん、素晴らしい太郎、あれあのぐらい普通ですから、ね、だけどやっぱりそういうのきちんとね、うん、ここでリーチだよね、これローマンが直前でさらに打たれて、ローマンが場に3枚、9万が場に3枚の瀬戸熊からはもう6枚見えてる、両面待ち、猿川の手に1枚、残り1枚、ほとんどないね、これね、ないところ積もるのが猿川だよね、キャラ的にそんなことない、ただ行かなきゃしょうがないね、まあ、太郎くんはもう別におとなしくしてればね、 そ, う、はい、ね、そして前原の町も9層と3番がまだ1枚ずつありますからね、あ、リャンソー、うん、これは入ったところ、入ってるからね、前原さんはちょっと怪しげなペイ引いたらやめますかね、今通ったリャンソーがありますよ ね、 リャンソーはね30しのびますもんね、ちょっと押すんじゃないですか、ちょっと押す、うん、ちょっと多分あの落ちたいと思ってると思いますよ、これは現物、まだ安全に打てます、うん、こういうのってね、どういうところがポイントかっていうと、リーチかかった後に、はい、危険な牌を引いてるかどうかっていうのはあるんですよ、はい、そんなに危険な牌引いてないじゃないですか、うんうんうん、それだったらまだいけるなみたいな、トータル的な要するに自分の現状っていうかね、それ 運、はい、運があのついてるとかついてないとか、積もった強すぎる、2600ゴール、まあ返しとけばもっと高かったかもしれないですね、これはちょっと待ってください、3200ゴールかな、転換しますね、3200ゴールですね、はい、まあ、あの返しておくともっと高い4000ゴールぐらいということでね、チュントイトイ3200ゴールの積も上がりはこれは決定だと言ってもいいですか、いやこれはもしね、守る手もあった曲だと思うんですが、積極的に攻めて出て、どうやら前原一つ目の席を確保したと言ってもいいかもしれません、だから